講義の奇数法この項では、基本的な位取り奇数法を除く、負の数や虚数を含む奇数法等について述べる。ここでは、過数とは、その位に記された数のこととし、定とは、その位の一つ上の位の値が持つ、その位に対する、重みの倍率とする。この節では、そこが一定で上調でない奇数法について説明する。 書き方は、クライドリ奇数法と同じく、そこが、K であれば、数をのように仮数を書き並べることで、表記できる。この記法では、N を、自然数とするとが成り立つ。一般的にクライドリ奇数法と呼ばれるものは、0から N1 までの N 個の整数を仮数に、持つそこが、N の表記法のことである。これは、任意の例以上の実数を無限に禁じできるが、 その他の数を表記するには演算子が必要となる。中には、そこが自然数でないものも考えられている。コンピュータでは、日地法を用いている場合がほとんどだが、符号の扱いが難しい。そこで、そこを引くにとした記法が考えられた。この方法では、例と1を用いて、すべての整数を表すことができる。その他に、複素数を表記するため、 一愛を底としたものも考えられている愛は虚数単位。これらはドナルド・クネウスにより考案されたが演算が複雑なため実際に用いられることは稀である。仮数が N 通りであればそこは N となる。任意の実数を表記できるものとして次の例が考えられる愛は虚数単位とする。仮数が N 通りであればそこの絶対値はフォーミュラ4となる。 任意の複素数を表記できるものとして、次の例が考えられる。なお、A と A、C と C は、実数の表記が一致する。ここでは、小数点から上に数えて、N 番目の位を、N、N-1 番位と呼ぶことにする。例えば、日地方では、N 番位の重みは2である。次に例を挙げる。ここでは N を、フォーミュラ6と表記する。他には、 www との適合性のためから n を n と書いたり、フォーミュラ7を単に t と書く手法もある。標準的な奇数法の上での、加法、減法、情報、序法,法の3法について説明する。加法と情報については、あらかじめ各仮数同士の計算結果を表にしておき、それを見ながら計算すればよい。加算時の繰り上がりは、上の位に、さらに足すことや、 二桁以上の乗算については、フォーミュラ8が成り立つことに注意して、計算を実行していく。原法については表を作っても良いが、引く数にマイナス1をかけてから引かれる数に足すという、方法も考えられる。例として、そこが4でか数にマイナス2、マイナス1、0、1を持つ、奇数法の加算と減算と乗算の表を次に示す。そこを経とした。 計神法の上で R を D で割る手順を説明する。奇数法によって決まる、一桁の章を示すに変数、関数 Q が分かっているとし、十分に大きな整数 N を取り、次の計算を行う。章は、計神法で CCC となり、余りは R となる。ただし、奇数法によっては、0XXX の形で、 表記できる範囲がフラクタルを描くため Q が作れなくなり、序算が不可能となる。またこの操作をさらに続けると、循環小数が小として得られる。Q の例を次に示す。D 例、または R 例、または 10DR は禁止で、0RD ならば、Q イコール 0DR2D ならば、Q イコール 12DR3D ならば、Q イコール 28DR9D ならば、 9イコール 89DR10D ならば、9イコール9となる。D イコール0、またはまたはは禁止で、D3R4D、3、または 4D3RD、3ならば、9イコール1から 2D3RD、3、または d r、D3R-2D、3ならば、9イコール0となる。D イコール0、またはまたはは禁止で、d 二 r 三 d 2または 3d に rd 2ならば、9イコール 1d に rd2 または d, 2 d に rd2 ならば、9イコール0から 3d に rd2 または d に r 3 d 2ならば、9イコール1となる。標準的な奇数法に対しての数の表記法を変換する方法を説明する。 あまりが、仮数に含まれるようにそこで割っていく方法がある。この方法では、解の仮数から求まる。例えば、重心法で表記された数3620を、平行察知法に変換すると、から、平行察知法では1フォーミュラ7、フォーミュラ700、フォーミュラ700、1フォーミュラ7と表記できる。また、基本的には、複素数を表記する、奇数法では、 この変換は難しいが、そこがマイナス 1i で仮数に0、1を持つ、奇数法では、比較的簡単に計算できる。ある複素数 xu に対してとなる整数、p、q と仮数 c を求める。この式を変形すると、の2式が得られる。xy が奇数なら xy、xy も奇数なので、p、q が整数であることに注意すると、xy が、 奇数の時 C イコール1、偶数の時 C イコール0がわかる。上にある情報の節の9を利用し、次の計算を行う。変換前の重心数を R とする。これにより、R は、軽心法で CCCC と表記できる。上位より仮数を足してからそこをかけていく方法がある。例えば0、1を仮数に持ち、そこをマイナス2とした。 奇数法で表記された数百十万千百一を十、新法に変換すると、から十新法では29と表記できる。上位より仮数を足してから底をかけていき、最下位の仮数を足したら、それに最下位の重みをかけるという方法がある。次の式を利用して変換できる。フォーミュラ14 2つの奇数法があるとし、それぞれの底が、n、n となっており、 そこが N の型で K 桁で表されるすべての数が、そこが N の型では1桁で表されるとき、その対応により、各位を変換するだけで任意の数を変換することができる。例えば、0、1を仮数に持つそこがマイナス2の奇数法、A とマイナス2、マイナス1、0、1を仮数に持つそこが4の奇数法、B は10とフォーミュラ15、11とフォーミュラ7、 零零と零、零一と一が対応しているので、例えば、A で表記された1億1千1 1の二つの位を一つに統合すると、101フォーミュラ15、フォーミュラ7となり、B での表記が得られる。各用語の詳しい定義を紹介する。例を含む連続した整数の集合を Z を取り、その元を位と呼ぶ。特定の位を指したいときには、 0番くらいや1番くらいと単位をつけることにする。そして、任意の nz に対して空でない実数の有限集合 m を取り、その元を n 番くらいの仮数と呼ぶ。そして、任意の nz に対して実数 k を定め、この k を n 番くらいの重みと呼び、k、k を n 番くらいの底と呼ぶ。これらを元に数を表す方法を奇数法という。この z、m、k による、 奇数法を、傾心法とする。集合を取ったとき、任意のイプシロン0に対して xy、イプシロンとなる ym が存在することを、傾心法で x を表記できるという。イプシロンを0に近づけたときの、m の元の極限フォーミュラ19を x の、傾心展開と呼び、これを、cccc c と書いたものを x の傾心表記と呼ぶ。このとき、 例番位以外で仮数が例の位が無限に続く部分は省略するが省略されずに残った位の個数を桁数と呼ぶ。ある奇数法においてあるあるいは全ての整数について表記法が複数あるような場合を冗長であるという。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。